はい、どうもこんにちは、七木です。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の題材は JMO の予選の初問に出てくるような問題です。あるいは JJMO ですね、中学の方、ジュニアオリンピックの方に出てもおかしくないようなレベルです。はい、それでは考えていきたいと思います。文字が多いですね。 AB とそれから XY と出てますけれども、AX 足す BY の3乗足す AY 足す BX の3乗の値を求めようということで、まあこれ素直に展開してしまうと、はまってしまうケースですね。まあこれはそのこれを X として、これを Y として、 X の3乗足す Y の3乗という形で因数分解を試みましょう。そうすると、まあ、形が見えてくるんですよね。x の2乗マイナス xy プラス、y の2乗ってなりますよね。で、x プラス y ってこれよく見ると、x プラス y って、まあ、ax たす by プラス ay プラス bx というわけで、これ因数分解できるですね。普通にね、a たす b と x プラス y になるので、まあ問題の課題の条件が使えて 3×4 で12になります。まあこんな風にしてここが12ってわかるわけですね。で、同様に後ろの方も計算できるんですよ。まあ、それで答えが求まるっていうわけです。で、じゃあ xy はって言われると、まあ x プラス y と xy ですよね、の値がわかれば x の2乗足す y の2乗ラージ x の2乗足すラージ y の2乗がわかるので、 xy の値をこれ求めてみましょう。これは、まあ、AX たす BY と AY たす BX ですけど、掛け算をこれ実行して展開すると、まあ、A の2乗 XY と、それから、AB かける X の2乗たす Y の2乗。それから B の2乗 XY ですかね。ということで、まあ、A の2乗 B の2乗がくくり出せて、A の2乗 B の2乗の XY と、それから AB の X の2乗足す Y の2乗となって、まあ、これも代入できる形ですね。A の2乗足す B の2乗は当然 A プラス B の2乗をマイナス 2AB として計算ができるし、で、後ろの方もx プラス y の2乗をマイナス 2xy という形で、計算ができるので、まあ、あとここにその対称式の値を代入するだけですね。というわけで、まあ、AB が A たす B が3で AB が1で x は4で2ということなので、代入すると 2×9-2足す、16-4 と、ということになるかな。 AB が1ですね。そうね。ということでこれ計算すると、26になります。というわけで、どこに代入するかっていうと、ここですね。ここちょっと続けましょうかね。x プラス y かける x プラス y の2乗マイナス 3xy とかけますよね。というわけで、これをこっちに持ってきて、はい、12かける12の2乗マイナス 3×26 と。というわけですね。ということで、12×144-78 で、これ計算して792というふうになります。これ答えですね。まあ簡単って言いましたけど、まあすぐパッとこう思いつく、すぐね、その最後までが思いつくわけじゃなくて、まあなんとなくこれでやってみようかなっていう感じで始めてうまくできるっていうタイプだと思うんですけどね。最後まで見通せる人ってなかなかいないんじゃないかなと僕は思うんですけど、いろいろこうね、これでいかなかったらどうして
どうしようかっていろいろ試行錯誤はもちろん必要だと思いますけど、まあこれが一番最短だと思いますね。こうむやみに展開しちゃうとね、あまりいいことないですよね。はい、そういう問題です。ちょっと簡単すぎたかなと思いますけど、これ別解を作るのはあるんですかね。もっとなんか鮮やかな解法があったらその投稿をお待ちしております。はい、今日は以上です。お疲れ様でした。